私はフレレーザーキャレンと申しししまます。す。どうぞよろしくお願いいたします日本の美術精神理解への挑戦今日は西洋人が日本で仕事をするときにどんな挑戦を必要とするかエチケット習慣の違いコミュニケーションの取り方の3つの簡単 観点から私の意見をお話ししたいいと思います私は日本に10年に住んでました5年間は高校と大学で英語を教えていましたその後の7年オックスフォード大学出版局とロングマンという会社に勤めました私の仕事は英語 会話学校の社長さんや高校と大学の先生方に営業の教材を紹介することです。今までの25年のキャリアの中でその出版社で働いた経験は非常にチャレンジングでしたが私にとって一番難しくて忘れないでしょう。しかしこの 仕事は私にとって一番深い経験でもありましたまず初めに日本では外観とエチケットはとても大切です日本では外観はほぼその人の人格を反映しているからです昔は日本の女性とが日本の学校で 必ずメイクの,あの練習をしましまた現在も女性と女,女性の方は仕事に行くのはす,すっぴんで仕事行くのはあの考えられないことですしかしあの今日みたいな感じすっぴんでそれは仕事行くのは問題全く問題ありません エチケットの中で女性の座り方もありますそれは私にとってとても大変なことでしたなぜかというと女性の場合は足を組んではいけませんきちんと膝を揃えてそらなければなりませんしかし私の場合は大事な客さんの前に あの取引終わって立つ時に転ばないようにあの努力しました <laughs> それはとても不思議だった日本の女性はなんでどうやってそん,なそんなにきれいに座るるのはとても不思議だった私にとってある日取引先の OL が座っているのを見て 答えが出ましたそれはその椅子に浅く座ることですやっと座り方が分かりましたそれを見てから落ち着くちょっとああましたんですけど一生懸命毎回毎回そして大丈夫だった安心しましたしかしその事実は 分かるまでに私の場合は1年かかりました暑 <laughs> い、ま、んとても暑い時にもストッキングをはかなければなりませんと <laughs> いうこともとっても理解できませんでした私は <laughs> エチケットをマスターするのはそんなに複雑ではないと思われるかもしれませんがいろんなここいろんなことを考えないといけません 次に習慣の違いについて私の意見を述べたいと思います。日本のビジネス社会で名刺の交換はどうして大切なんでしょうか皆さんがご存知のように日本の社会は年功上流の社会です。日本では名刺の肩書きを見てその人のどのぐらい偉いなのかを判断します。その価格その,あの名刺 を見てからどのぐらいの敬語のレベルかどのぐらいの,あの態度どんなに大変丁寧にの態度したらいいか分かりますねしかし私の場合はお客さんまたお大事なお客様早稲田大学のとても偉い先生の前であの私の手話口の名刺を渡した時にとっても恥ずかしかったですね。 大大も変なことでしたあの偉い社長さんの前部長さんの前に面ともかった時にどのぐらい深くお辞儀をしたらいいか分からなず体が凍りつきました本当に肩こりが肩、ま、こりになりました動かないようにあ先生あみたいな感じだった。 次に西洋人と日本人のコミュニケーションの違いについてお話ししたいと思います。日本で仕事の取引のコアは何でしょうかそれは本音と建前の存在だと思います。西洋のビジネスにも建前はありますけれども、それは取引の前の世間話というのは、どちらかというと表面的なものです。 日本の建前は友好的な仕事の基礎です。ですから西洋人のビジネスのやり方は日本では通用しないことが多いです。一つ,一つの例を挙げます。私は出版社であの西洋のトレーニングを受けた時にそれはマーケティングのトレーニングでしたがあの営業のテクニックを勉強しました。 それは基本的に4つの,あの販売プロセスから,からなります。第一はお客様のニーズを判断する。第二はそのニーズに合った商品を紹介する。第三はその気にならない点や問題点を聞きます。 4台はその気にならない点、お客様の気にならない点や問題点を解決する。その4段階がうまくいけば西洋では商談は成立します。しかし日本ではこのモデルはなかなか成功はできません。問題があります。その問題は 日本人のお客様ははっきりその気に入らない点や問題点を言いません。対立を避けるためにその建前を使います、特に初めてのお客様の場合は。 私は出張であの東京から福岡に行ったときに福岡か名古屋かあちこちに回ったんですけれどもその時にあに偉い先生私の,ところ私の前にあの「今日はフレイザーさんわざわざ遠いところからですありがとうございました」とか「ご苦労様でした」という大変丁寧な対応してくれてから それはは本音は出てきませんそれ聞いてからその本音は出てきませんからその夜接待でビールを飲みながら本音が出るまで待ちました <laughs> 最後になりました 五にいれば五に従えはとても大切です特に日本では本当に一生懸命日本の文化とエチケットと習慣の違いとコミュニケーションの取り方を努力しましたけれどもなかなかマスターできませんでしたでも一番大事なことは 最善を尽くそうという気持ちですそれはサムライの心ですそれは日本人の心です私は一生この日本での素晴らしい経験を忘れないでしょうご清聴ありがとうございました thank you